ハリアン・ウィーゴ映画は、インドの映画のうちハリアン・ウィーゴで制作された映画で、ハリアーナー州に拠点を置く、映画産業を指す。ハリウッドの通称で知られている。他の州政府とは異なり、ハリアーナー州政府は、ハリアン・ウィーゴ映画産業に対して助成金制度や、娯楽税の免税措置などの制作は実施していない。初めて制作された、ハリアン・ウィーゴ映画は、 1973年に公開された白黒映画、ベーラ・シェラだった。同作を監督した KK カンドラは、翌1974年に2本目のハリアーンウィー5カラー映画、ハープール・ホット・ジャラ・ニ・アラも制作したが、大衆の人気を得られなかったため、その後長らくハリアーンウィー5映画は制作されなかった。5年後の1979年にボリウッドの、 シャーム・ベネガルが短編映画カリシ・パンディット・チャマートカーの撮影のためにロータク県を訪れ、1983年に JP 公式が3本目のハリアーン・ウィーゴ映画バフラニを制作した。同作は工業的には大きな成功は収めなかったものの映画制作者たちにハリアーン・ウィーゴ映画産業の将来性への期待感を抱かせることに成功した。 1984年にジャイアント・プラバカールが監督したチャンドロワルはハリアーン・ウィーコ映画で初めて工業的な成功を収め、同作はハリアーナー州の他にデリー、ウッタルプラデーシュ州西部、ラージャスターン州北部で人気を集めた。2000年にアシュビニー・チョードリーが監督、アーシュト・シュラーナーが主演を務めたラドは工業的な成功を収め、 インディラガンジー賞最優秀新人、監督作品賞を受賞した。同作は初めて、ナショナルフィルムアワードを受賞した、ハリアーンウィーゴ映画となった。2014年公開の、パディザオナーは、第62回ナショナルフィルムアワードで、最優秀女演女優賞と最優秀ハリアーンウィーゴ長編映画賞を受賞している。シトランギも、第十三回ナショナルフィルムアワードで最優秀。 ハリアーンウィーゴ長編映画賞を受賞し、2017年にハリアーナー国際映画祭で6つの賞を受賞した。ありがとうございます。